ゴーストメールエピソード9、目に見えない存在、忘れられない物語。かつて私が12歳の時、家族で精鋭版の新しいアパートに引っ越しました。私たちのユニットは寺院も入っている建物の一部でした。私たちは B ユニットに住んでいました。正式な入居日の前夜、隣の A ユニットからかすかな詠唱と祈りのような音が聞こえました。好奇心がそそられた私は共用の壁に耳を押し当ててよく聞いてみました。家主ですらその部屋を覗くのをためらっているようだった。ドアの隙間から私は幽霊のような人物を垣間見ました。灰色の服を着た修道女が私から背を向けています。彼女の向こうの部屋は空っぽに見えましたが、私たちが幽霊に遭遇した後に誰かが引っ越してくることになりました。彼女を静かに見ていると背筋に震えが走った。その部屋には何かがおかしいと確信し、私はさらに調査するために心のメモを取りました。新しい家での最初の夜、私たちは祭壇を設置し、ベッドの一つにエメラルドグリーンのカードのシーツを置きました。母と私は部屋を分けましたが、最終的にはどちらも上の階に住み、薄明かりの下で安全だと感じました。母が部屋の準備を終えるのに忙しかった時、突然フリーズしてベッドの端で立ち止まりました。真夜中、母が恐ろしい声で理解できない言葉を発するのを目撃し、ゾッとするような出会いが起こりました。私は恐怖と無力感に圧倒され、どう反応すればいいのかわからず不安な状況に立ち向かいました。彼女の声は生命の領域を超えているかのようで、部屋は不気味な雰囲気に包まれました。超自然的な存在が彼女を捉えているのではないかという不安にもかかわらず、私の目は近くに潜む霊的な存在を認識できませんでした。むしろベッド自体が原因不明の震えを目撃し、私の恐怖感をさらに強めました。勇気と絶望が入り混じった気持ちに駆られて、私は力のすべてを振り絞って、この忘れられないトランス状態から母を目覚めさせました。彼女が目を覚ますと、ベッドの不安な振動が突然止まり、私たち二人は動揺しながらも今起こった不可解な出来事に当惑していました。余波では家の中で働いている神秘的な力について、私たちが熟考している間、不確実な空気が残りました。日が経つごとに新たな疑問や不確実性が生じ、私たちの住居には向こうから来た目に見えない存在が住んでいるのではないかという疑問が生じました。時が経ち、私たちの住居内で奇妙な事件が次々と起こり、私たちはもしかしたら私たちの家が本当に幽霊に取り憑かれているのではないかという不安な考えと格闘していることに気づきました。説明のつかない出来事が起こるたびに私たちの疑念は強まり、私たちは少女と幽霊の間の境界線がますます曖昧になっていく現実をナビゲートすることになりました。不確実性と陰謀に包まれた物語の中で、目に見えない存在が超自然的な未知の領域を掘り下げます。そこでは彼方からのささやきが現実の壁を通って反響し、あえて耳を傾けようとする者たちを目に見えない力との遭遇によって永遠に変化させてしまいます。こんにちは。実際に幽霊、超常現象、ホラー、不気味な出来事に遭遇した経験がある場合は、ghostmail.xoxo@gmail.com までお知らせください。ご視聴いただきありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。